闘争のフリーレン。第9話弟子コンビが頼もしい、ゴリゴリの戦闘会、に対するみんなの反応。はじまたー。フリーレンの時間。集中してみないと。戦闘めちゃくちゃ楽しみ。アウラ様の勇姿を見るか。初めて見る、ワクワク。そうか。思い出した。フリーレンだ。奴の正体は早々のフリーレン。アウラの角つかみやすそう。めっちゃ引きいてる。意外と大きいね。人類の人を殺す魔法の研究解析に大きく貢献し、歴史上で最も多くの魔族を葬り去った魔法使い。早々のフリーレン。私の嫌いな天才だ。ダメ押しのタイトル回収再び。また諏訪部さん決めた。フリーレンすごい魔法使いだったんだな。フリーレンの魔族を見るゴミの見るような目が好きなんだよね。キービジュの元のシーンやな。この強者感。しばらくは安静ですな、すまないな。空お腹貫通したからね。絶対安静のみだね。大一旦逃げ切れたんだ。日朝じゃないのに日朝巻きだと。日朝巻き伯爵。あっおい。大丈夫か。お前たちのおかげで助かった。感謝する。連れの魔法使いの剣も許そう。彼女の判断は正しかった。相変わらずため口のシタルク。シタルクの傷も痛そうだな。これでフリーレンが町に戻ってこれるな。ユグナーたちを倒してもらおうぜ。あの、フリーレン様は衛兵を殺していなくて。知っている。魔族がやったことだ。やったね無罪だフリーレン。わかりの良いおさだことで。それよりあの魔法使いフリーレンっていうのか。はい。まさか勇者一行にいたエルフの魔法使いか。だとしたら無礼なことをしてしまったな。やはりフリーレンの名は世界に強い。名乗ったら大体丸く収まるんじゃないのかな。本名名乗ってるのに正体なかなか気づかれないフリーレン。フリーレン認知度低くて草。ここでおとぎ話かの弊害。グラナト家は勇者一行に恩がある。わしのじいさんの代にこの町が魔族の軍勢に襲われた時、撃退してもらったんだ。その時の相手も四季宝剣、断頭台のアウラだ。その時もアウラなのか。アウラってしぶといんだな。勇者一行に恩ある人この世界に多すぎるな。久しぶりだねアウラ。そうね80年ぶりかしら、フリーレン。アウラ様が喋ったよ。アウラちゃん声も可愛い。ガチの強者同士の会話じゃん。久しぶりの桁がでかい。ババア同士なのか？ロリババア対決。この先の街に行くつもりでしょ。引き返してくれるとありがたいんだけど。いやよ、何で。ちっちゃい可愛い。思ってたよりメスガキと産んで助かる。毛量すごいな。お、バトルシーンは熱いぞ。めっちゃ避けるじゃない。近接戦闘もたやすくこなす魔法使い。私の方が圧倒的に優勢だから。そう。前回アウラたちと戦った時は4人だったが。ジュラハンいっぱい。あの時より増えている。これほどの数を操るだなんて魔族の魔法はとんでもないね。人類の魔法技術では想像もつかないほどの高みだ。でも最低に趣味の悪い魔法だ。ヘドが出る。フリーレンボロッカス言うやん。ヘドが出るぜ。ひどい言いようね。せっかく頑張って集めたのに。鎧強そう。中身入りなのか全部この鎧うげ。いや、空っぽの鎧。ドヤ顔感すごいなわからせ天秤さん。アウラ様天秤持ってる腕疲れないのかな。アウラちゃんペロペロ。見知った鎧がいくつかあるね。アウラ、やっぱりお前はここで殺さないとダメだ。全員ペンダントつけてる。あ、グラナト伯爵家紋章。泣き殻を操ってるのか。ネクロマンサーみたいやね。江戸天聖みたいなものなのかしら。服従の天秤。わしらが長年アウラに勝てなかった要因だ。奴が使うのは相手を服従させ意のままに操る魔法。七宝剣の魔法は人知も人の断りも超える。アウラは天秤に自信と対象の魂を乗せ、魔力の大きさを測りにかける。魔力がより大きかった方が相手を服従させ操り人形にできる。その体が朽ちてなくなるまで永遠にだ。天秤クソゲーすぎない。魔力では魔族に勝てないからな。大魔族の魔力を超えなきゃ負け格なのひどすぎる。魔力を持たない人間は太刀打ちできなくない。リスクは魔法を強大なものにする。絶大な魔力を持つアウラにとっては必勝の魔法だ。対抗することはできないのですか。アウラの魔力の重さで傾いてはいるが元は公平な天秤だ。アウラを上回る魔力の魂が天秤に乗ればアウラに打ち勝てるだろうさ。だが、そんなことはアウラが七宝剣の座に君臨してから500年一度たりともなかったと言われている。
天秤に乗せられる前に殺せないのかな。殺されても使われちゃう兵さんたち。見知った鎧、誰だったんだろ。では対抗手段は何もないのですか。本当はあったんだがな。あるの。意志の強い者は一時的ではあるが抵抗ができた。鋼の意志は、鍛え抜かれた英傑ほど持ち合わせている。要は気合だ。そのペンダント。息子さんか。この剣は息子だよね。それでも一時的か。だが致命的な欠陥だ。奴はその意志が邪魔だったんだろうさ。だから断頭台のアウラは操った者たちに実に合理的な処置をした。むごい話だ。ああ、だから首を。断頭したんですな。思考力を奪うの賢い。息子、優秀な戦士だったんだろうな。大切な神が。フリーレンがハゲてしまう。どう？私の不死の軍勢は強いでしょ。驚いたわ。私のかけた魔法が解除されている。こんなことは初めてだわ。ディスペル。まあフリーレンなら使えるよね、解除ぐらい。これほど強力な解除魔法魔力の消費も相当なものになるはず。どうしてこんな回りくどいことをするの？前に戦った時は派手に吹き飛ばしていたじゃない。後でヒンメルに怒られたんだよ。ヒンメルに叱られた話。怒られたんですね。前は空き地を作りました。ならますますこんなことをする必要ないでしょ。どうして？ヒンメルはもういないじゃない。お、そうだな。アウラ公文来た。このセリフを聞きに来たんだよ。ここ、めっちゃ魔族だ。そうか。よかった。やっぱりお前たち魔族は化け物だ。容赦なく殺せる。特大な地雷踏んだ。人の心とかないんやな。フリーレン、静かに怒ってるね。フリーレンの考え方変わったんだな。ヒンメルがもういないから、だよ。よし。だいぶ動けるようになってきたな。回復早すぎんのよ。ワキフォルダが潤う。神父様、ここは安全なんだよな。ええ。防護結界ほどではありませんが、この境界にも結界が施されています。セーブポイントみたいな。神父様それフラグや。すぐ突破されそう。じゃあ伯爵はここで待ってろ、クソガキ、お前何するつもりだ。こんなところで隠れていたら魔族が帰ってくれるのか。服着るのうめえ。服の着る策がやべえな今の。布の感じが好きすぎる。シタルク様、本気ですか。あの時は不意打ちが偶然成功しただけです。弦にとどめを刺せるほどの隙はありませんでした。もしあのまま戦っていたら殺されていたのは私たちの方です。これは誰かがやらなきゃいけないことだろ。お。珍しくシタルクが男の子。勇敢になったな。そうですね。では一緒に頑張りましょう。いや、フェルンは衛兵の詰め所に行け。町の人を避難させるんだ。ではシタルク様は。ああ。一人で行くのか。かっこいい。俺は全力で土下座してフリーレンを連れ戻してくる。え。かっこ、よくない。シタルクくん。最高にかっこよくて情けねえ。かっこつけるとこじゃない笑い。心の距離が離れていく。なんだよ、もう倒してもらうしかねえだろ。確かにその方が現実的ですね。くさ。戦いに行かねえのか。町の人の避難大事よな。こいつを見せれば衛兵は言うことを聞いてくれるってよ。わかりました。ああそのペンダントだ。同じネックレス。本当に言うこと聞くのかよ。どうした？腕、ひどい状態ですね。そんな姿で縄文を通れるんですか？大丈夫だろ、このくらい戦士なら普通だぜ。何か変なの？両手血まみれで街中歩いてる戦士なんて見たことないですよ。支度も愛前からかなりおかしな教育施されてるな。戦士の常識はおかしい。普通、とは。第一、人のこと言えねえだろ。フェルンだって。ん、これ誰の血だ、俺の血じゃないよな。あ、気づいた。おい、どうしたんだ。そうい。フェルン即断即決。でっか。シタルク様、この力魔力が。フェルン。フェルンちゃんに穴が。いきなり来たあ。そうだった、血で追跡されてるんだった。少し遅かったか。まずい。斧？やっぱ時代は斧やね。すげえ動きだ。回し斧かっこいい。信じられねえぜ。俺は夢でも見てんのか。そいつは師匠の技だ。愛禅の技？愛禅あんな動きしてたんだ。下手に動いたせいで急所を外してしまった。苦しめるつもりはなかったのだがな。フェルンちゃん。フェルンやられたやん。フェルン、大丈夫かこれ？なんで動じないのフェルン？フェルン痛覚あるんかい。
ここから入れる生命保険があるんですか？ここで生命保険の CM はずるくないですか？早々に生命保険の宣伝とか。リーニエ小さいのに斧振り回すのすこ。ちっちゃい娘が大きい斧を振り回すの大好き。やっぱ小さい女の子は大きい武器分回してこそなんだよな。しかし師匠の技をしっかり受け止めるしたるく強い。何を驚いている？致命傷を負ったはずの私がここに立っていることか、それとも我々の接近を探知できなかったことか。フェルンちゃん、びっくり。驚いてるか。表情一つ変えないのすごいな。魔力の制御による存在の陰徳など君だけの才覚というわけではない。魔族なら誰もができることだ。とはいえ魔法使い同士の戦いに似つかわしい行為だとは到底思えんがな。よく喋りますね。とどめを刺さないんですか。色つくと肩立ちで痛そうだな。フェルン大丈夫なんか。フェルンかなりピンチなんだけど、こっからいけるの。フェルン生命保険入った。殺し損ねたついでにいくつか聞きたいことがある。それとも今すぐ死ぬか。どうぞ。冷静だね。フェルン欲のリアクションやな。気も座っとんなぁ。あの小僧は強いのか。戦士愛禅の一番弟子です。そうか。数奇なものだな。かわいそうに。リーニエ相手ではろくな死に方はしない。もう一つ。フリーレンはどこだ？この町から逃げましたよ。あなたたちが牢番の衛兵を殺したせいです。町にいないのは間違ってない。先にフリーレンがアウラをなんとかするパターン。グラナと伯爵も言っていたな。衛兵殺しは罪が重いらしい、極刑です。極刑、あの女がその程度のことで逃げるものか。奴は魔族に強い恨みを持っている。魔族を殺すための魔法を自分の弟子に叩き込むほどに。そんな奴が逃げるはずない。何か狙いがあるはずだ。杖かもうんぬ。しれっとじわじわ。杖引き寄せてる。マイク右側に遠くなった。こういう細かい演出もすごい。アウラ様か。ユグナー様、後ろ後ろ。喋りすぎると負けるぞ。動かないでください。背中見せたね。後ろ取った。フリーレン様の向かった先に心当たりがあるんですね。くだらんことを。私を殺し損ねたというのは嘘ですよね。あなたは私にあの不意打ちの意趣返しがしたかったんです。プライドが高くて傲慢で未だに私たちを、フリーレン様以外を脅威とすら感じていない。だから私に隙を与えるような真似までした。隙がバガバなのはそういうこと。魔族は傲慢やね。魔族、昆虫みたいな存在ではなくブライトはあるんだよな。客観的に見てるようでプライドガチガチだな。この至近距離ならあなたの心臓を打ち抜けます。やってみろ。その前にお前の首が飛ぶ。抜きな、早打ち勝負というやつだぜ。弾頭台のアウラに情報を届けられる前にどうにかしなければ。形勢逆転か。フリーレン様、私はお役に立てていますか。なんでそんなことを聞くの。私はフリーレン様ほど魔法を完璧に扱えません。それは生きてきた時間の違いだからね。フェルンが私に追いつくことはないよ。めっちゃ役に立ってるよ。主に生活面で。一生師匠を超えられないのは辛い。積み重ねた歳月の差は、どうしようもないよな。そうですか。でもそれはあくまで魔力や技術の話だ。私はよく魔物との戦闘をフェルンに任せているでしょ。はい。今回も押し付けられました。ごめんって。押し付けられました。めっさ倒しとるやん。ヤギだらけ。フェルンが戦った方が早く終わるんだよ。私よりも魔法を打つのが早いから。フェルンは早打ちが得意なのか。伸びた的な。速射系か。フリーレンより早いのはやべえな。小娘、私は魔法に人生の大半を捧げてきた。私もです。やった。急に来た。はっや。なんだこの反応速度は、反射的に防御していなければ心臓を打ち抜かれていた。防御しましたね。やはり心臓が弱点ですか、こいつ。いい。居合抜きみたいな。弱点見抜くのも早い。なるほど。人生を捧げたというのは嘘ではなさそうだ。では全力で叩き潰してやろう。バルテイリエチを操る魔法。心臓複数あったらヤバそう。弾頭台のアウラって部下に比べて随分感情豊かな気がする。白フェルネーナー。向こうも始まったか。しかし残念だな。こっちはもう終わりだ。シタルク負けてんですけど。シタルクやられたのか。土下座失敗。感染でもするかな。ユグナー様邪魔すると怒るんだよね。しゃがむのか、この魔族かわいいんだよな。おや？
まだ、終わってねえぜ。しぶといね。少しは楽しめそうだ。その子しぶといどころじゃないんすよ。しぶといというより硬いんだよな。下るく、ファイト。魔力も技術もコントロールも私の方がはるかに上。立体的なカットやな。フェルンの戦い方の強者感やばいな。また作画のレベルが上がった。グリングリン動く。ちょ、めっちゃ戦闘持ってる。背景から動いてるよすごい。屋敷壊れる壊れる。被害甚大。小娘と私の間には比べるまでもないほどの差がある。ただ、早い。純粋に手数でこの私が押されている。手数勝負。速さ勝負やな。綺麗な回り込みだな。フリー連目。この子娘にどんな腫瘍を叩き込んだ。綺麗な花火。魔法センスゴフェルン優雅にさえ見える。最小の操作で杖くるくるするの好き。フェルンちゃんこんなに強いんだ。消耗戦に持ち込み魔力切れを待つか。いや、ダメだ。その前に決着がついてしまう。無表情でただ撃つ、撃つ、撃つ。フェルンが魔法使いってより熟練の殺し屋に見えてくる。速さだけで技術も経験も全てをねじ伏せるのすごいねえ。焦り始めたな。汗かいてて草。せめて少しでも隙を作れれば。リーニエ、何をやっている、早くそいつを片付けろ。部下に頼り出した。音を上げた。ゆぐなぁ。さすがに焦り出す。ぐ。なんだよわがままだな。こいつ防戦一方でしつこいんだよ。無理、両方いい戦闘してる。リーニエも意外と苦戦してる。リーニエおとなしめな声の割には口調が乱暴だな。防戦一方か。めっちゃ攻撃重そう。痛い。は切られたか。その斧のさばきどういうことだ。そいつは師匠の技だ。片目やられた。確実に殺す動きだ。私は魔力を読み取るのが得意でさ。人が動いている時の体内の魔力の流れを記憶して動きを模倣できるんだよね。こんな風に。みんな大好きコピー能力じゃん。おいおい武器チェンジずるいぞ。トレース、オン。うっぱ、やり。これはシタルクにとっては不利やん。身軽な、体格が似てるやつを模倣してんかな。危ない。武器作り放題だから投擲物をリスク。屋敷で初めてあなたの動きを見た時に確信した。ドロワーズだから恥ずかしくないもん。私が昔記憶した最強の戦士と同じ動きをしている。トレース強。戦うほど強くなるタイプか。アイゼンが最強なのか。その最強がビビった相手やぞそいつ。こんな偶然あるんだね。運命は面白い。まさか。私は戦士アイゼンの動きを模倣している。実質アイゼン対アイゼン。変な形で師匠との再戦に。師匠超え要求されるのか。間接的に師匠を超える必要があるんか。なんだよ、むちゃくちゃじゃねえか。こんなの勝てるはず。一定。えぐれたー。重っくそ肩やられてる。腕が取れちゃう。ようやく倒れたか。急がないと。またユグナー様に怒られる。ユグナーに怒られてばっかなんかお前。倒れた、俺は倒れているのか。立てしたるく。どんなにボロボロになっても倒れることだけは許さん。階層でも全く同じ倒れ方してるー。アイゼン厳しいわら。意外と長生きドワーフ。そんなこと言ったって俺が師匠に勝てるわけねえだろ。次回は、11:30から放送です。毎回15部ずつ遅くなる。またスパイダーマンでさらに押すわら。当たり前だ。俺はお前より強い、じゃあ。だがお前はまだ負けていない。立ち上がったからな。なんだよそれ。シタルク、強い相手に勝つ秘訣を教えてやる。簡単だ。何度でも立ち上がって技を叩き込め。戦士ってのは最後まで立っていた奴が勝つんだ。アイゼンの教えはシンプル。前衛の仕事は倒れないことだからな。まったく師匠め、変な理論押し付けやがって、脳みそ筋肉でできてんじゃねえのか。はぁ、文句言いながら立った。脳筋の極みや。ほぼほぼ根性論。おとなしく寝てればよかったのに。もう負けたんだから、俺はまだ立っている。それに思い出したんだ。師匠の技はもっと重かった。やっぱりお前のはただの真似事だ。やっぱ筋力は真似らんないのか。シタルクだいぶ好きになってきたなぁ。メンタル以外はカンストしてる男。ならその真似事で引導を渡してあげよう。エアファー全模倣する魔法。決着の時迫る。バルテイリエ。花火大会開催してる。花火になって綺麗。グラスリップ。二つの対決の行方は、大振り。防御もなし、血迷ったな。切れない。
シタルクの頑丈さで引かせたれ。相打ち覚悟だったのにビビって損したぜ。やっぱり全然重たくねえや。シタルクなんなん。腹筋鋼。こいつ硬すぎだろ。お前人間じゃねえ。その子地面えぐってたんですけど。どんな腹筋してんだよ、シタルク。純粋に硬いの草。先天撃。一撃。なんか斬撃出たー。取ったどう？リーニエちゃん言ったー。重たくないなら当たっても。両手を脳腹筋ガードは絶対おかしい。リーニエ。肉を切らせて骨を断つやった。シタルクやるー。これ相当な覚悟だな。戦士というのは、立っていた方が勝つんだ。島。ゾルトラーク。魔族を殺す、魔法。ゾルトラーク来た？やっぱゾルトラークは最高だぜ。倒したー。隙を作らせるはずが作られて負けるとはな。自分が隙見せちゃったね。魔法使いと戦士の会心の一撃。シタルク、人間だよな。シタルクのタフネスずるい。いくらなんでも硬すぎるっぴ。いくら軽い。一撃と言ったってもろに胴切り食らってあれで済むシタルクの頑丈さよ。異常に頑丈な師匠アイゼン。に鍛えられると弟子も異常に頑丈になる世界。HP で受ける落ちでいくシタルク泥臭くていい。いろんな武器出しててリエニエちゃんの模倣する魔法のいいとこ見れた。まがいものとはいえ師匠超えなったか。シタルクに技名あったんやなわら。ドラゴンをも悪い一撃と魔族を殺す魔法が決まった。一瞬の隙も見逃さないフェルン。フェルンちゃんの戦い方かっこいい。サブタイトルが弾頭台のアウラなのに全てを持っていくフェルンとシタルク。フリーレンの見込み通りだったな。やったな、二人とも。感動して泣きそう。突き背負って勝つのかっけーぜ。耐久お化けと最速お化けだ。こっちは決着がついた残るわ。あとはフリーレンとメスガキの戦い。アクションシーン見惚れてしまった。いやバトルめちゃくちゃかっこよくアニメ化してくれたな。疾走感あって面白いバトルだった。次回予告が不穏。エルフを皆殺し、だと。もう、フリーレン来週待てないんだけど。